ルトゥルモン、こんにちは。ケニチーズキッチンチャンネルです。さて、今日はこの丸鶏を使って鶏の塩釜焼きをやっていきたいと思います。では始めましょう。まずは塩釜焼き用の塩生地からです。小麦粉、粗塩、全卵、卵黄、あとお水も加えます。詳しい分量は概要欄をご覧ください。すべてをかき混ぜます。この後水を加えて軽く練るとこのようになります。ラップで包んで冷蔵庫で一晩寝かせます。では次の日、鶏肉の下処理から始めます。すでに内臓は取り除いてあります。残っている脂肪を外します。ここにある鎖骨の部分を包丁を入れて外していきます。鶏の中に詰める材料です。イタリアンパセリ、タイム、ローズマリー、ローリエ、エシャロット、ニンニク、バゲットです。鶏の中に下味をつけます。塩と胡椒を振っていきます。そしてハーブ、エシャロット、ニンニク、バゲットを詰めていきます。最後に先ほど取った脂肪で蓋をします。このパンを入れる技はパリの料理人仲間の吉高高柳シェフのレシピ動画を参考にさせてもらいました。ありがとうございます。概要欄にリンクを貼ってあるので皆さんぜひご覧ください。塩は振らず胡椒だけ振ります。生地を2つに分けて伸ばしていきます。土台になる生地は1センチぐらいの厚さに伸ばします。次に上部の生地は土台よりも少し薄めに伸ばします。では組み立てていきましょう。生地を破れないように優しく押さえて鶏に密着させていってください。空気を押し出しながら2枚の生地をくっつけていきます。
余分な生地を切り落としていきます。2センチぐらいの余白を作ります。余った生地でデコレーションを作っていきます。細い棒状のものを3本作って三つ編みを作っていきます。生地に塗る全卵に少し生クリームを足して混ぜ合わせます。全体にまんべんなく塗ります。次に葉っぱ型のデコレーションを作っていきます。卵を塗り終えたら冷蔵庫で 1、2 時間休ませます。170度のオーブンで1時間20分から30分焼きます。こんがり焼けたらオーブンを切った状態で20分間休ませます。ちょっと子供に店に行ってきます。リアクションが楽しみです。
あまりリアクションはありませんでしたが、でも楽しんでもらえそうです。それでは皆さんも鶏の塩釜焼きチャレンジしてみてください。モンストアレ。